僕はね、大体の先生に言われるんですけど、この自家腺がね、はい、自家腺リンパ節ですよね。そっか、死んでるんじゃねえか説。ここが膨らんでるときは、あ、むくんでるなーって大体わかるんです。はいはいはい。これむくみが溜まってると結構美容にめちゃめちゃ関係するキーワードで、はい、老化に関わるんです。まずですね、はい、カウンセリングシートを書いていただいたので、はい、これを使って今からちょっと1時間カウンセリングします。なんでそんな長いんだ。原因を見つけたいんですよ。その原因がどこにあるのかって見つけた上で体触っていって、やっぱりねと確認をして施術を行っていくと。今日のテーマは探るです。老化の原因を探るんですね。自家腺がね、自家腺リンパ節です。これやんないと僕の自家腺は何ともなんだね。そうです。わお。自家腺が流れるための準備をして準備です。あ、自家腺触っただけで痛かったのに全然だもん。あと便秘、便秘が激ヤバいんですよ。3日間ぐらい出なくて4日目に下痢が出るっていう。そこもチェックできる。腸をチェックするわけじゃなくて、どこでその腸を圧迫してしまってるかと。腸って内臓の中で一番下にあるんですよ。姿勢が悪くなって上からちょっとずつ内臓の位置がずれていくと、最後めっちゃ骨折される腸なんですよ。姿勢を戻すことによってそれを解放してあげる。これから施術をして施術中にピロッと出るってことはないね。あ、いや、あります。この番組はエステプロラボの提供でお送りします。じゃあちょっとまず背骨からチェックしようかなと思います。はい、もうこの時点でめちゃくちゃ姿勢が悪い。もう触らずとも、はい、ここちょっと手後ろ回してもらって、ここ触ってもらっていいですか。ここ、こいつ、こいつポコッとしてるの分かります。背骨触るとこ、るはい、こいつ覚えておいてください。ここにかなり重力がかかってるんで、まあ、ヘルニアになっちゃうのは当然かなっていう感じ。あともう少し上に行くと、ここちょっと触ってもらっていいですか。また、うん、この辺、ここはモリッとしてるところが歪んでるところ。背骨って S 字になってて、腰が前に沿って、背中が後ろに沿って、首がもう一回前に沿って戻ってくると、はい、これ全体で見ると今完全 C になってるんですよ。僕は S じゃなくて C だね。まっちゃんとかも気をつけてもらいたいのが、背骨っていつかはくっついちゃって一個の骨になっちゃう。一対化って言ってくっついちゃう。一本の骨になると、そういうこと。おじいちゃんおばあちゃんとかで丸まった人とか見たことないですか。あれはもう骨がその形に固まっちゃってるから、どんな施術をしてももう戻らない。だってよ。さあ、じゃあちょっとまっちゃん、骨盤の左右差をねじれをちょっと見ていきます。ほんとチェックチェックだね。うん、ねじれてます。どっちが。左側がちょびっと上にねじれて、右側がバランスを取って下にねじれてるような、こういうイメージ。真上から見てもらうとこのぐらい。ああ、まっちゃんの骨盤は後ろに倒れながらねじれてる、はい、その上に頑張って立ってるのが背骨だから、耐えられなくなってヘルニアになっちゃうと。いろんな方に施術してもらってる分軽く済んでるのかなと。まだまだ。これ特に女性とかで多いのが、うん、骨盤が倒れながらねじれていくと、うん、骨盤の中には骨盤内臓器って言われる子宮と卵巣周りが入っていて、これがグッとねじれちゃったりすると、子宮内血流量、子宮の中の血液が少なくなっちゃってうまく働けなくなっちゃう。となると不妊の一つの原因になっちゃったりとか、あと生理痛、生理不順が増えてくる方も結構多い。まずですね、骨盤股関節からまず矯正していこうかなと思います。よっしゃ。さあ、ちょっとベッドの上に乗ります。力抜いてここでリラックスです。これ何言ってるの。股関節はちょっとまずは正しい位置にこうはめていくような、そんな感覚で。いや、これやんないと僕の自家腺は何ともなんだね。そうです、まあ、自家腺の下にあるのが背骨、背骨の下にあるのが骨盤っていうイメージなんで、まずは下からだん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 ちょっとずつ歪みを取っていって、自家腺が流れる流れを作っていくと。ちょっとここからベルト使って膝のところだけ固定しようかなと思います、はい、ゆっくり足上げていきましょうか、はい、で力抜いてリラックス。おお、気持ちいい。おお、気持ちいい。おお、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 気持ちいい。おお、気持ちいいですよね。これ気持ちいい。気持ちいい。気持ちいいですよね。これいいね。
これ特に女性とかだと足に溜まった血液とかむくみが上体の方に戻っていくんで、足のむくみもすっきりしやすいし、子宮内に血流がたくさん流れてくれるんで、これはね結構妊婦さんとか必ずやりますね。妊婦さんもやる？やりますやります。うちに来て体を整えて、最初美容のつもりだったのにいつの間にか妊娠がうまくいったっていう方なんかも多かったりするんで、ちょっと骨盤の左右ねじれてるところをちょっと矯正していこうかなと思うんで、はい、ちょっと腕借りますよ、はい、大きく息吸っていただいて吐いていきましょう。そうです、力抜いてリラックス。うわおもう一回大きく息吸っていただいて吐いていきましょう。そうです、力抜いてリラックスです。わおパキパキ言うな。骨盤の高さ左右見ましょうか、はい、骨盤の高さがこことここなんで、ほぼほぼ左右均等に等しいかなと。ここからちょっとお尻周りの筋肉緩めていきます。ありがとうございます。僕ね、あんまマッサージしやつし持ってるんで、やっぱマッサージはね上手だと思うんですよね。マッサージの国家資格なんですけど、はあはあ、大半こうマッサージする先生はマッサージの国家資格って持ってないんですよね。あ、僕はなんで鍼灸とマッサージ師っていう感じですね。鍼灸とマッサージ師ね。そういうことです。いいなこれは。いいな、この時点でもちょっとお尻はねもうこっちの方がふっくらしてきてるんで、外側に流れてるところがちょっと戻ってきてるような、そんな感じは分かりやすい。いい感じですか、うん、こっちですね。僕の生理痛のありますか？あります。ちょっと次背骨整えようかなと思います。やっぱこいつですよね。こいつがやっぱ一番まずいですね。首の後ろで一回手組みましょう。はい、大きく息吸っていただいて入っていきましょう。そうです、で力抜いてリラックスです。そうです、腕を下ろしましょう。腕を下ろしましょう。さあこの状態でもちょっとここ触ってもらいたいんですけど、もうこの時点でもかなりへこんで、はい、へこんできてるの分かります？ちょっとない。そうなんです。どこあれ？そうなんです。いやないわないわはい次首の背骨矯正していきましょうか、うん、少し動かしていきます、はい、あのバキバキっていかないんで、よっしゃ、はい、リラックスしておいてください。で大きく息吸っていただいて吐きましょう。でちょっと揺らしかけていきます。揺れてる。これカメラで伝わるかわからないやつですね。これ何やってんの？本来だったらバキッとアジャスト入れたいとこなんですけど、うん、それをよりソフトに安全にやるために揺らしをかけて首の背骨を少しずつ矯正してってるような感じです。え、入れてるってことこれで？はい、はい、そう、はい、入るんだこれで。入ります。わ、入った。あ、今入った。そんな感覚しますよね、やっぱり。うん、バキバキってやんなくてもいいんだね。そういうことです。ちなみに今の方法は僕が作ったんで、うん、ここでしか受けれない。おっそう。はい。みんな岡崎に来られてる。そういうことです。はい、うん。だいぶ環境整ってきましたね、流れやすい環境は。ちょっと肩甲骨周り少し緩めていきましょう。はい、先生って全然針打たないね。後でもう山ほど打ちます。あ、そうなんですね。はい、僕100本針基本的には使うので。ガンガン打つやん。針の先生で針だけ打つ先生いるじゃないですか、はい。いますね。どうなんですか？針でやっぱりね、物理的な骨の関節の歪みとか取れないわけなんで、はあはあ、まあ、筋肉とか皮膚とか、あと内臓の働きを見てるかもしれないですけど、骨の歪みも物理的には必ず出ると思うんで、治療の見方がやっぱ偏ってるなっていう方は多いですよね。いってちょっとちょっと一回施術しないといけなかったっけ？いやいや、めっちゃ痛いんだけど。痛くない人痛くないですよ、これ。これやんないと耳下腺が流れていかない、はい、そもそも耳下腺が流れるための準備をしていかないといけない。準備ですね、はい、これあー違う、そっちは痛い。あー違う違う、そのゴリゴリのあーで、あーでもあーなんだろうな、スットラクになってくるんだよ。そうなんですよね、筋肉緩む。これが不思議ですよね。そうそうそう、そうなんです。ここがちょっと残ってますね。先生そこにあ残ってますね。痛い。筋肉の硬さが緩むと、もうそんなに痛み感じないですよね。これが不思議なんだよね。これがね、できる施術者とできない施術者の違いですよね。はい、さあここから針打っていこうかなと。よし、やっとだね。はい、なかなか顔やんねえんだから。そうなんです、顔だっつってんのにおい
じゃあまず消毒からしていきます。はい、やっときましたね、ここまで。やっときました、ここまで。いやー、長い道のりです。はい、長い道のりです。これが普通なんですもんね。いや、こんぐらい見ないと怖くてさせないはずなんですよね、本当は。その人のこと、その人の状態わからないと刺しちゃいけないと僕は思ってます。だからしっかり見てくれる、安心できるところがいいかなと思いますね。いや、そうしていただけるとありがたい。はい、頭周りからちょっとゆっくり針打ってるかなと思います。今日ね、2種類の針使っています。髪の毛よりも細い針と髪の毛よりちょっと太い針っていうのを2種類使って、はい、ゆっくり頭から打っていきます。それなんかこだわってんの？そうです、できるだけ僕は肌再生させたいんで、はい、ちょっとでも太い針の方が細胞を破壊できる範囲が増えるんですよね。はあはあ、そう、たくさん細胞を壊してたくさん修復させたいと。はあはあはあ、なので細くすればするほど痛みはなくなっていくんですよ。そっちの方がいいんじゃないの？ただ細胞を壊せる数は減るんです、針が細くなるんで。はあはあ、そう、なのでできるだけちょっと太めの針を使いたいんですけども、痛すぎたらまずいですよね。そうか、なんでそのちょうど間取れてるのがこのぐらいの太さかなっていう。針師さんによって全然やり方違う？全然違いますね。全て意味があって100本刺していくので、なんとなく刺していくわけじゃなくて、これは何に目的に打っていくかっていうのはそれぞれ違います。まずは頭周りからしっかり引き上げてあげるように、頭周りからしっかり緩めていくというところですね。影にもいいとこ打ってくれるのかい？そういうことです。今まさに、今ここまさに針って刺さったところにフレア現象という現象が起こるんですよ。簡単に言うと、刺した部分に血液が集まってくるっていう働きなんですけど、抹茶の場合、首肩周りの状況が悪くて、はい、お顔に血流が入ってきてないわけなん で、はい、で呼べる準備をさっき体したんで、じゃあもう今から来るね、指令を出してる感じです。この針、血流集まってこいっていう、今は指令を出した感じですね。さっきまでその準備をしてたと。でこれで血流が集まってきてくれると、一緒にやっぱりさっきの自家線リンパも一緒に流れててくれるんですよね。はい、結局血流の流れがリンパを決めてるわけなんで、血流を流してあげないといけないという感じです。体を整えて顔に常時血流が入ってくるようにすると、老化がピタッと止まる。遅くすること、止まることはできないです。遅くすることをできると、老化は止められない。最大限遅くすることが将来5年後10年後の綺麗につながると。ってことだね。そういうことです。まず10年後もね、この状態でいたい。そして10年後も生きていたい。はい早いですね、早死にですね。ズーンとします。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。最高に気持ちよかった。めちゃくちゃ気持ちよかったんじゃないですか。気持ちよかった。この時の睡眠って普段のもう何倍もの濃い睡眠を一気に取れるんで、めっちゃスッキリするんですよね。最高でございました。はい。ちょっとこの辺触ってもらいたいんですけど、さっきのゴリゴリ感がふわふわ感に変わってるの分かります？あ、自家線。これだよね。そう。触っただけで痛かったのに。そう。全然だもん。むくみを流すって考えるよりも、どうしたらたまらないかって考えた方が良いので、ってことは骨盤を起こして過ごす。で、また目線下げずに過ごすことによって、ここに溜めずに済むってことになるんで。スマホはこう。はい、そうです。ってことを意識してもらえると、はい、ここがたまらなくなりますので、はい、ぜひ見てる皆さんも真似していただけると、これは真似した方がいい。ぜひ真似してください。はい、先生お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。気持ちよかったです。ありがとうございます。よかったです。岡崎マメ。はい。特典等々はね、はい、下の概要欄に載っけさせていただいておりますので、はい、ぜひご覧いただきましてご予約の方をお待ちしております。それでは、はい、さようなら。めっちゃマジで。マジで。お疲れ様でした。すいません長い時間。いやただただ寝たけだけでめちゃくちゃスッキリしますよね。めちゃくちゃスッキリした。おー、本当に止まってきたみたいです。もうここで寝て帰ろう。